星の創造、ミケランジェロが、バチカン宮殿、システィーナ礼拝堂最後の審判、ミケランジェロが、システィーナ礼拝堂普遍史とは、呪術の対象をローカルな場から全世界にまで拡大して、人類創生から、同時代に至る人類史を呪術する類型のこと。キリスト教世界においては、聖書が呪術する内容に基づく、キリスト教的史観から構成された、 世界史である。それは、天地創造に始まり最後の審判で終わる、未来をも含む、有限の時間軸を範囲とし、空間的には、すべての世界を含んでいる。そこには、目的があり、神による人類の教育と、その結果もたらされる救済に至る過程が骨格をなしている。中世、ヨーロッパまでは、正しい歴史記述と広く認識されていたが、 大航海時代や、啓蒙思想そして科学の発達などを通じて矛盾する要因が数多くもたらされ崩壊を迎えた。しかし不変史は、美術や文学などの芸術分野や、また哲学など思想分野にも大きな影響を残した。聖書は、世界の創造と人類の誕生から始まり、その後起こった様々な出来事を記載している。そして、 救済が実現する未来の描写も暗誘などの表現を用いながら含まれ、これは一つの歴史体系を成している。旧約聖書を聖典とするユダヤ教の中では、これらの認識は基本的にイスラエルとその周辺民族についての歴史を叙述しているものに止まっていた。しかし、キリスト教は民族宗教から、 世界宗教へ脱皮する過程で、聖書記述の内容を、すべての人類とあらゆる場所に当てはめる、普遍的性質を帯びるようになった。これが発展し、普遍史として体系づけられた。宗教学者のミルチャイリアーデによると、古代の文明では四季など、自然のサイクルと同様に歴史は、死と再生を限りなく繰り返し起こる。 循環的、永遠回帰的なものと考える概念が主流だった。これを最初に覆した思想がユダヤ教であり、これを批判的に継承したキリスト教だった。この思想は、同じ出来事は二度と起こらない直線的、不可逆的かつ発展する進歩士官という体系でまとめられた。そして、その歴史には終止符が置かれ、 信仰による救済が訪れるという救済主観をも特徴としている。しかし、旧約聖書にはこのような思想が明瞭に著述されているわけではない。そこにある記述は神と契約を結んだイスラエルの民が何度も廃墟行為や契約違反を繰り返したため神罰が下り、民族は苦渋と迫害の中にあった。 だが、悔い改め契約に基づく正しい道を歩めば、罪は許されて、再び民族の繁栄を取り戻すというものである。ところが、現実には、彼らの苦境は続きさらに悪化していった。そのような中、神との約束である救済を待望する考えは、強まり、より過激な形で、目視録的終末論が形成された。そして、天地創造から、 最後の審判までの過程に再解釈が施され、直線的、進歩的かつ、終末論的な時間意識と歴史観が確立した。これは、キリスト教に受け継がれて普遍史へと発展しただけでなく、イスラム教にも影響を与えた。トマスマン、カール・レイビット、ルドルフ・カール・ブルトマンは、共通して、西欧文明で、現代的歴史観が形成される過程で、 普遍史がその端緒になったと論評している。また、時間に対する概念の変革をもたらし、過去の支配者名に基づく年月表示から、長大な期間に適応できる基準となる期限を歴史記述に導入した功績も認めている。レービットの論説では、普遍史の終末論的歴史観は、宗教から離れ世俗化してからも、 目的論的歴史観や遺物史観という考えに影響を与えたという。聖書の中で歴史について叙述している箇所のうち、旧約聖書では、モう瀬五書、歴史書、文学書、予言書が、新約聖書では、手紙が、不変詞成立に大きく影響を与えている。これらを受け、不変詞は、大きく四部構成で成り立っている。第一期は、 神ヤハウェによって世界が、そしてアダムとイブが作られた天地創造が描かれ、この二人がエデンの園を追放された時から人類の歴史は始まる。旧約聖書、モーセ五書、創世記ではアダムと直系の子孫が何歳で子をなし何歳で死んだかが書かれている。アダムは130歳で瀬戸を得て930歳で死ぬ。 瀬戸105歳の時にエノスが生まれ、912歳で死ぬ。このような記述が続き、10代目にノアが生まれる。なお、これらは万年齢である。この期間、カインの孫レメクは二人の妻をめとり、その子供たちが牧畜、夜勤、芸術、手工業などを起こしたとあり、普遍死は、 文明の一元的発生を述べている。旧約聖書は、神が人類の悪行に起こり、大洪水を起こした日付について、ノア600歳の2月17日と明記している。これに、着死を得た時の家父長たちそれぞれの年齢を加えると、天地創造から大洪水までの年数は1656年と、計算される。ノアの埋葬。30個人大洪水によって人類は、 ノアとその一族の計8人から再出発した。第2期は彼らとその子孫を物語る。3人の息子は、セムがアジア人、ハムがアフリカ人、ヤペテがヨーロッパ人の先祖となる。これに続いて、彼らの子孫の名と、ノアセムからアブラハムに至るまでのう得た時の家父長の年齢が記載され、大洪水前と同様に年数を計算できる。この他にも、 セムの子孫でアッシリア人の子孫となったアシュル、ハムの子孫でエジプト人の子孫ミツライムやバベルの塔を建設した最初の君主ニムロデなどが登場する。これらの部分は民族表と呼ばれ原点が作成された紀元前600年頃にユダヤ人が知り得た周辺の民族名リストが元になったとされている。セムの子孫アブラハムは 神の証明を受け、ヘブライ人の祖となる。彼の孫ヤコブは、ヤボク側で神に勝利し、イスラエルの名を与えられる。創世紀にはこの後、ヨセフのエジプト最小就任、イスラエル人のエジプト移住までが描かれる。続く。 で、エジプト期以後の、モーセ語書ではモーセが率いたエジプト脱出と重回を授かるまでが描かれ、歴史書では、カナンの地でのイスラエル王国創立から、ユダ王国の分裂、それぞれが、アッシリア人とカルデア人によって滅ぼされるまでが、記されている。バビロン捕囚が起こり、ユダ王国のゼデキア王11年に、エルサレム神殿が破壊された年をもって、この第2期は終わる。 これらの箇所には、ヘブライ人の歴史を主軸に、周辺たるエジプトアッシリアカルデアといった民族との間に起こった事件が描かれている。しかし、周辺民族についての記述は断片的に止まり、例えばアッシリアは、死祖アシュル以後長い空白を経て、プルオー以降また記述されている。後に普遍史は、これら周辺国家の歴史記述との整合性に悩まされることになる。 ダニエル、ミケランジェロが、システィーナ礼拝堂、歴史書までが、過去の出来事を記録したものに対し、第3期は、ダニエル書を元とした未来の予言を語る見識が、取られている。この書では、分裂後の北部イスラエル王国を滅ぼし人民を、バビロンに連行する、いわゆるバビロン補修を行った、カルデアの王ネブカドネザル2世が見た、不思議な夢を予言者ダニエルが、 未来に起こる出来事だとして解説している。王の夢は、頭部が金、腕や胸部が銀、腹部とももが青銅、すねや足が鉄と凍土でできた大きな人物像が現れると、自然に切り出され、石が出現して、像の足に当たる。像はそれだけで粉砕され、一方の石は山となって大地を覆ったという。この夢を、王は誰にも語らなかったが、 ダニエルが言い当て、解説を述べた。それによる、頭の鐘は、カルデア王国を象徴し、残る、体の三箇所はそれぞれ、カルデア以後に現れる三つの国を示すという。それに対し、石は、神の国を表し、世界は、カルデアを一番目として現れる、世界帝国の四番亀が崩壊するとともに、この世に、神の国が現出するというものだった。 同じ暗友は続く章にもある。第七章では、わしの翼を背に持つ獅子、熊、四つの頭と翼を持つヒョウ、そして十本の角を持つ、第四の獣に十一本目の小さな角が生える様が描写され、これらも四世界帝国を示すとダニエルは示唆する。さらに、第八章では日本閣のお羊と一本格のオスヤギが戦う幻影について語り、 羊の2本の角は、メディア王国とアケメネスアサ、ペルシア帝国を象徴していると言及する。その羊を、ヤギは、角と引き換えに倒すのだが、この角こそ、アレクサンドロス三世を示すという。代わって、ヤギの頭には、新たな4本の角が生え、そのうちの1本にはさらに小さな角が生じるという。この小さな角は大きくなって、天の衆軍を敷いたげ。 聖書を破壊したという。ダニエルはこのヤギを、ギリシア人の王と解説する。この、ダニエル書が示す意味は、金の塔イコール獅子イコール、カルデア銀の胸イコールクマイコール羊の、角イコールメディア聖堂の腹イコール表イコール羊の、角イコールペルシア鉄と塔度の足イコール、第四の獣イコールヤギイコールギリシアがそれぞれ、世界帝国として地上に現れ、 4番画目の世界帝国が崩壊する際に、石イコール永遠の神の国が実現するという予言であった。ダニエル書は、ネブカドネザル2世が在位した紀元前6世紀を舞台としているが、実際に執筆された時期は紀元前166年と考えられている。この頃はすでにギリシアのマケドニア王国は、鉄と塔度の足が示す獣が持つ複数の角のように、 分裂していた。第四の獣の十一本目の角は、ヤギの小さな角と共に、セレウコス町の王アンティオコス四世エピファネスを暗示しており、当時エルサレムが王によって破壊された出来事を目視すると言われた。七つ首の赤い竜と太陽をまとった女。ベアトゥスの写本サシエ、ダニエル書で像を砕く石を象徴として描かれた四番目の世界帝国崩壊と、 神の国実現の様子は、新約聖書の手紙、ヨハネの目視録でそのありさまが描写され、これが、不変死、第四期にあたる。終末が近づくと七つの封印が解かれ、続いて天使によって七つのラッパが吹かれ、その度に、天変地異が起こる。例えば第三のラッパが鳴ると、苦よもぎという名の星が落ち、水の位置、三が苦く変化して、 たくさんの死者が出るとある。1986年に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故の際、チェルノブイリが苦よもぎと訳されたことから、ヨーロッパでは終末が近いと受け止めた人々もいた。この次々と封印が溶け、ラッバが響く間、目視録では様々な存在が登場する。太陽をまとい月を踏み十二の星を飾る冠を、こうむる。 女を、七頭実角の赤い竜が襲う。さらに実角七頭の獣と日本角の獣、最後に、実角の赤い獣に乗る、大陰プが現れる。そして、七番目のラッパが吹き鳴らされた時、赤い獣と大陰プは滅び、再来のキリストと、千年王国がこの世に現れる。人々には、最後の審判が下り、選ばれた者たちは、神の国に受け入れられる。 こうして終末は到来し、永遠の救済が約束された神の国ではよもや、歴史がこれ以上刻まれることはない。この、ヨハネの目視録は、ユダヤ人やキリスト教徒に弾圧を加えたローマ帝国11代、皇帝ドミティアヌスが在位した一世紀末頃に、成立した目視文学である。迫害に耐える、教徒たちは、ローマ帝国の崩壊と共に訪れる。 再来のキリストと救済を熱望し、本書を残した。しかしながら登場する、様々な存在が何を意味するかについては、目視録の中には書かれていない。ところで、普遍史の根幹たる聖書には、聖書翻訳にあるように多くの種類がある。旧約聖書において、原点とされるものでも、大きく、ヘブライ語番、ギリシア語番、 サマリタン版の3種類に分かれる。紀元前5世紀から4世紀にかけてまとめられたと考えられる。ヘブライ語版は最も古く成立した版と考えられ、本校で前述したカフ朝の年齢もこの版によっている。ギリシア語版は紀元前2世紀にエジプトのプトレマイオス2世が命じて翻訳されたもので、役者の人数から70人役聖書とも呼ばれている。 サマリタン版は、ユダヤ教の一派サマリア人がまとめたもので、サマリア御書とも呼ばれる。主な聖書の都市代表。本表は、キリスト誕生を右端に揃え、それぞれの創生期限は括弧内の数字で記している。一期から三期途中のキリストまでを色分けして表し、不変死にある週末に至る四番目の期は、表示していない。これら各聖書の版の間には、 基本的な枠組みや出来事などに大きな差異はない。しかし、細部の軸や家父長の年齢表記などには差異が見られ、聖書の解釈、特に聖書年大学には大きな影響を与えた。不変死の発生は、キリスト教成立時の古代、ローマまで遡ることができる。初代ローマ帝国皇帝、アウグストゥスの時代にイエスキリストが生誕し、キリスト教は、 ティベリウス帝の代に成立し、拡大を始めた。しかし、キリスト教は長く迫害の時期を過ごし、ようやく購入を得たのは、コンスタンティヌス帝の313年だった。この迫害の期間、恐怖と呼ばれる教団の指導者たちは、キリスト教を擁護するために、聖書の歴史的正当性を解き、これが、不変死の構築につながった。聖書を権威づける活動は、 最初は同様に迫害を受けていたユダヤ人の中から起こった。フラウィウス・ヨセフスはユダヤ古代史などの著作で旧約聖書に書かれている年代等の記述に他の情報を加えて天地創造後の経過年数を試算し創生期限または世界年代を使い始めた。この中にはローマの歴史も含まれると主張してユダヤ教の語教を行った。 キリスト教では、聖書年代学の父ユリウス・アフリカヌスが、ユダヤ人が主張する、創生期限の流れを組む年号、AB アダンを用いて、キリスト教徒初の聖書記述の年代研究を、年代史に表した。これが、不変史という概念成立の短所とされている。ただし、彼の著作は散逸し、わずかに引用などで伺うことができる程度にしか、残されていない。 しかし、エウセビオスやヒエロニムスが仕事を引き継ぎ、キリスト教年大学が進展した。エウセビオスが表した年代記は、第一部で、カルデア人、ヘブライ人、エジプト人、ギリシア人、ローマ人それぞれの歴史と、聖書に記載された出来事を比較している。第二部は、カノンという題で、アブラハム聖誕を起源とする年表を基準に第一部で、述べた、諸民族や、 国家の歴史を並べた年表を作成した。これは、70人約聖書を基礎に据え、キリスト生誕前5199年前と、試算した、天地創造に始まり、その2242年後に大洪水が起こる、聖書の歴史に、各民族史が収まり、ヘブライ人の歴史を主軸に据えたキリスト教史観で、すべての民族、国家の歴史を説明できる体系となっている。 年代記はヒエロニムスによってラテン語翻訳され、この概念が中世までのヨーロッパにおける歴史観の基礎となった。カルデアの古さの問題不変詞は聖書の歴史記述型民族のそれをも説明可能であり、これを根拠に聖書を呼び、キリスト教の優位性を示すことを目的に成立した。したがって、天地創造や大洪水よりも古いた民族の歴史を、 合理的に説明する必要に迫られた。紀元前3世紀頃のヘレニズム期バビロニアで、著述されたベロッソスのバビロニア史解釈が、普遍史構築上の問題点となった。カルデアの歴史を伝える、バビロニア史では、天と海が分かれて世界が成り立ち、最初の王朝はアルロスから始まり10代目のクシストロス時に大洪水があり滅んだとある。 この王朝は120サロスイコール43万2000年間存続したとも記されており、どの聖書に基づいても、天地創造と大洪水の期間よりも長かった。これに対しエウセビオスは、年代期にいて、単純に、カルデア人が、単位、サロスの計算を間違えていたと切り捨てた。それどころか逆に、クシストロスが神の予告を受けて船を建造し、大洪水の際に、 一族や動物たちと難を逃れ、鳥を飛ばして、洪水の収束を確認したところなどを取り上げて、バビロニア史にある記述は、ノアの大洪水を示していると解説した。成立年度から見れば、バビロニア史の内容が、旧約聖書に影響したと考えるのが普通だが、エウセビオスは逆に、バビロニア人が歴史を伝えるにあたり事実を劣化させて、しまったものとして、 聖書の真実性を裏付ける材料にした。ウジェーヌ・ドラクロワが、サル・ダナパールの詩、ルーブル美術館所蔵。ニヌ・ソ王に始まりサル、ダナパールに終わる、アッシリア伝説は、近年は、かなりの史実を含んでいると再評価されている。アッシリアの問題キリスト教成立前後の古代、ギリシアやローマが認識していた、アッシリアの歴史とは、ポンペイウストログスらが伝える。 初代ニヌス王とその王妃である第二代の王セミラミスによってインドにまで進出した最初の大帝国に始まりサルダナパールの死と共に滅亡する1200年間に渡る伝説的物語を指した。そしてこのアッシリアを滅ぼし時代の広域支配を打ち立てた国がメディアだと考えていた。これは聖書記述内容とは大きく食い違っていた。 聖書が伝えるアッシリアの子祖アシュルなど、ローマ人は知らず、また、ダニエル書で暗誘された四帝国が、連続的に攻防するというような認識ではなかった。この問題に対し、エウセビオスは、年代記にて、あえて聖書記述への忠実さを放棄し、解釈をもって組み替えている。具体的には、ローマ人のアッシリア間を採用して、これを一番目の帝国に置き換えた。 この解釈によって、イスラエル王国とアッシリアが並列することになり、不変死の第2期と第3期が重なってしまった。この問題に対する、論理的説明は後世に残される課題となった。第4世界帝国の問題、ダニエル書には4番目の世界帝国が滅ぶ時に、週末が訪れるとあり、それは、ギリシア人のマケドニア王朝と明示されている。 しかしエウセビオスが生きた2世紀後半から3世紀には、マケドニアはすでに滅び、5番目の帝国、ローマ帝国の属州となっていた。この問題に対してもエウセビオスは聖書に解釈を加え、メディアとペルシアをまとめて2番目の帝国と解説し、ギリシアは繰り上がり3番目の、そしてローマを4番目の帝国と読み替え対応した。このようにエウセビオスは、 第四世界帝国を以下のように読み替えた。第一帝国イコールアッシリア第二帝国イコールメディアペルシア第三帝国イコールギリシア第四帝国イコールローマこの過程で聖書に記載されたプルオー以降のアッシリアとバビロン補修やダニエル書の舞台となったカルデアが四位世界帝国の座から脱落した。エジプトの古さの問題カルデアの歴史をうまく消化したエウセビオスだったが 同様に立ちはだかったマネトのエジプト史には対応に苦慮した。マネトはエジプトの歴代31王朝について統治年数、王の名、首都を詳細に記していた。最後の王朝がアレクサンドロス大王に征服され、アレクサンドリアが建設された紀元前331年から統治年数の合計を遡ると第一王朝の創始は、 紀元前5268年8ヶ月となり、エウセビオスの創生期限よりも古くなってしまう。それどころか、人間統治の時代以前には、半神や死者の霊が統治する1万1000年間、その前には神々が支配した1万3900年間があったとしており、不変死の概念とは大きく食い違っていた。これに対しエウセビオスは、 神々の時代は1月を1年と、半身や、資料の時代は3ヶ月を1年と故障していたと主張し、計算を経てこの期間を2206年間だったという数値を得た。これを根拠に、エジプトの先王朝統治の記録は大洪水前の時代が曲解されて伝わったものと述べ、エジプト人の始祖は、聖書が示す通り密ライムだと定義した。 31王朝の期間については、エウセビオスは、これらには別々の地域に、同時期に並存した王朝が含まれているため、見かけ年数が多くなっていると主張し、聖書記述との矛盾はないと説明した。ただし、年代期、カノンには16王朝以降を順列で記しているのみに止まり、具体的にどの王朝が並存していたのかには、触れていない。 このエジプト問題は、普遍史にまつわる疑問として後世まで残った。アウグスティヌス。生前の彼の評価には、アフリカで少々有名な古典文化をいじる田舎者という皮肉もあった。古代的な普遍史は、アウグスティヌスの著作、神の国にて完成された。彼は、歴史とは現在を背負い死を免れなくなった人類が、 神の導きに従いつつ正しい発展を遂げ、改めて永遠の平和が実現した、神の国に生きるまでの道筋という意味づけを行った。これは、救済士官と呼ばれる。この救済士官についてアウグスティムスは、アベルとその子孫に始まる神の愛に基づく、神の国と弟を殺したカインに始まる欲や、傲慢などに支配される。 自己愛に基づく、地上の国の二つの原理が混在しせめぎ合いながら、過去の歴史は刻まれたという論を展開した。そして段階を踏みながら人類は発展し、最終的に救済がもたらされると説明した。この発展段階は、神が6日で天地を創造した、聖書記述になぞらえた6期の発展段階が置かれ、7期目が、暗息の期、そして第8期には永遠なる。 神の国常ジ,ジを当てた。このような時代的骨格を据え、アウグスティヌスは諸民族の歴史を聖書記述の枠組みの中にはめ込み、普遍死体系を成立させた。その考えは、エウセビオスの思想を継承している。大洪水以前は、巨人も存在する世界だったが彼らは滅び、その後各民族に連なる歴史が始まった。ギリシア史は、四季音王から始まり、 プロメーテウスやヘイラクレースなど神話上の存在までが実在した人物として描かれている。アウグスティヌスは神の国の発展と並行する地上の国の歴史も叙述し、二つの国を相関させることで不変死を体系化した。彼は基本的にエウセビオスの四世界帝国論を踏襲しつつ、第一帝国アシリアと第四帝国ローマを ことさら重視する論を展開した。歴史の段階が、アブラハムの登場によって青年期に進んだ時と、同じく、地上の国もアッシリアが成立し、キリスト生誕によって老年期に至った時も、アウグストゥスによるローマ帝国が建国される。これら出来事の同時発生こそが、神の計画を証明すると主張した。第二。 第三帝国についてアウグスティムスは、それぞれメディアを含めたペルシアとマケドニアを当てているが、これらは重視する二つの帝国の中立ちをした、不可物のようなものと述べている。このようにアウグスティムスは、エウセビオスと同様に聖書の記述内容を読み替えて、カルデアを無視する解釈を行った。 エジプトの古さの問題についても、アウグスティヌスは明瞭な回答を用意していない。しかし、エウセビオスの年代記カノンにおいて普遍種の枠内に収められていた、ギリシア神話に登場するアルゴスオイイナコスの娘イオーがエジプトに渡り、神イシスとなったという記述を持ち出して、 エジプト神話が実際は、新しい時代の人物を神格化したものだと主張して、普遍誌との整合性を持たせた。ローマ時代の恐怖たちは、当時としては、成立から日が浅いキリスト教を擁護し、権威づけする運動の中で普遍誌を組み上げ、アウグスティヌスによって古代的普遍誌が完成した。これらは四世界帝国論のように聖書の記述を読み替えたり、場合によっては、 意図的に無視することもあった。しかし、この作業によって聖書が人類史を包括した、普遍的かつ連続的な書であり、それを背景に、キリスト教の正当性を権威づけるのに成功した。そして同時に、旧約聖書において、ユダヤ教が伝えてきた神の教えを、イエスの誕生によってその担い手が教会へ移行したという説得性を持たせた。そして、普遍主は、 過去の時間概念についての転換をもたらした。循環的時間概念に対し、普遍史は、天地創造から、最後の審判までの一度きりの歴史として提示された。創生期限であれアリストテレスの発展段階であれ、それは終末に向けた、繰り返されることはない神の計画を表していた。さらに、この歴史観には明確な視点と終点があり、 その間の期間は有限である。キリスト教徒にとって、時間の終点にあたる週末は待ち望む、救済の瞬間であったため、この期間が、具体的に何年なのか、あと何年で週末が訪れるのか答えが求められた。紀元前70年から140年頃に、執筆された、首都教府文書の一つ、バルナバの手紙は、この期間を6000年間と置いている。手紙は、 詩編、神の人、モーセの祈りにある、主のついたちは千年のようという文言を基礎に、創世記にて神が六日で世界を作ったという記述と合わせることで、神の計画は六千年間をもって完成すると論じた。古代普遍史成立の時期、聖書年大学は、七十人約聖書が参考とされることが多く、アフリカヌスは、イエス誕生を創世紀元五千五百年。 エウセビオスやヒエロニムスは5199年と置いていたため、彼らの解釈によれば終末は目前であった。アウグスティヌスは終末の時期について言及を避けているが、それでも彼の時代を第6期に置き、終末を強く意識している。普遍史は本来宇宙論までを含むものだが、実際にはローマ帝国の遠征や貿易などを通じて、 認識される範疇にとどまり、神の国でも、アジア、ヨーロッパ、アフリカが、すべてと述べられている。対処人と呼ばれる地球の反対側にいる人間についてはいかなる根拠もないと述べているが、神の国中には、積極的に地球球体説を肯定する記述もなければ否定する記述もなく、さらに地球平面説に対する言及もないので、アウグスティヌスが、 世界の形状に関して、いかなる見解をとっていたかは、神の国からは不明である。地球平面説初期のキリスト教会も参照。その一方で、ギリシア人やローマ人が信じていた伝説の、怪物的人間を不変種は取り込んだ。アウグスティヌスは、このような異形の人類を、神の国16章マイナス8で、奇怪な人間の起源についてという題で扱い、一本足の、 人類や、無頭人、または、フタナリなどを例に出しつつ、それらが、理性的で死すべき動物である限り、彼らもまた、アダムの子孫だと述べている。普遍死には、古代から受け継がれてきた、このような怪物の伝説が入り込み、化け物世界史という概念が中世、ヨーロッパまで引き継がれていった。アウグスティヌスの生きた時代は、ゲルマン民族の大移動やローマ帝国の、 東西分裂などが起こっていた。特に410年に起こった西ゴート族王アラリック一世による首都陥落は大変な衝撃を与えていた。このような災悪が発生するに及び、テオドシウス一世が国教としたキリスト教に対する疑念が起こっていた。アウグスティヌスは、キリスト教が約束するものは、ローマ宗教の特徴でもあった現世での見返りではなく、 救済による永遠の至福だという説明に理論付けを試みた。また、教会内部でも異端問題で揺れ動く中、包括的な協議の解釈が求められ、神の国はそれに対する答えでもあった。アウグスティヌスの取り組みは成功し、彼の古代的普遍史は少々の解釈が加わりながらも、中世末期まで引き継がれた。オットフォンフライジング中世の時代に、 最初に普遍士を再構築した人物が、オットー・フォン・フライジングだった。ドイツのフライジングに置かれた、司教座制度で司教を務めるまでになった。彼は、ハインリヒ五世の老いにして、フリードリヒ一世の叔父という、皇帝と非常に近い血筋であった。彼は、古代普遍士を基本的に引き継ぎながら、著作、年代記にいて、アウグスティヌス以降の時代を説明した。 第四の世界帝国、ローマ帝国はすでに滅んでいた。東ローマ帝国は存続していたが、このローマの分裂を普遍史観で解明することによっとは、挑んだ。彼は、世界帝国の主権は一時的に、ギリシア人のビザンティン帝国が継承したものの800年に、カール大帝が大官を受け、ローマ皇帝となってからは、フランク人がこれを引き継ぎ、 さらに神聖ローマ帝国が後を受ける形で、第四位世界帝国そのものは、崩壊を迎えず減損していると主張した。このようにオットーは、ローマ帝国を拡張させて不変死を弁護した。さらに、本来、地上の国である帝国が、キリスト教を国教としている事実についても新たな解釈を加えた。神の国を担う母体である、教会と対立する。 地上の国イコール帝国という二極状態を第一期と定め、これはコンスタンティウス・クロルスまでのローマ帝国とした。そしてキリスト教を購入したコンスタンティヌス一世以降を第二期とし、二つが混ざり合った一つの国の時代に入り、教会は僧侶的な役割と君主的な役割の二つを持つ、 混合状態の境界という歴史段階に至ったという論を展開した。つまり、皇帝と教皇が神に与えられたそれぞれの使命を分担して担うようになったと主張した。この状態を二つの焦点を持つ楕円に例え、楕円ヨーロッパという。夫は楕円ヨーロッパの発展段階についても言及した。最初の段階は、コンスタンティヌス一世から、 カトリックに改修したフランク王国初代国王のクロービス一世までの期間で、この時期にテオドシウス一世のキリスト教国教家など大沿ヨーロッパの原型が作られた。次の段階はクロービス一世以降ハインリヒ三世までの期間であり、この間一時的に皇帝圏は東ローマにあったがカール大帝のもとに戻され大沿ヨーロッパが完成した。以後は 教会と国家が協調し合い、世界の平穏が実現した。しかし、ハインリヒ4世とグレゴリウス7世との間に、除人権闘争が起こると、平和な大ヨーロッパ体制が崩壊したとオットーは、分析した。そしてこの出来事を、ダニエル書、第2章の記述に当てはめ、石が象徴する教会が、帝国を固くした巨像の足に当たる現象が、 女人権闘争の勃発を指し、事態収集のために結ばれたボルムス協約が、教会が巨大な山となったことを示すと述べた。このようにオットーは、第四帝国を新生ローマ帝国まで続く、皇帝権の継承という形で不変死の正当性を理論付けながら、女人権闘争が、ダニエル書予言の成就を意味するとして、終末が極めて近いという判断を下した。 しかし彼の晩年、フリードリヒ一世が皇帝の権威回復を成し遂げたことを受け、最後の著作、皇帝フリードリヒ伝にて、再び教会と帝国の協調関係が成り立ち、終末は延期されたと述べた。彼の大ヨーロッパ論は、後世の帝国、教会両方における支配権の理論的支柱という役割を担った。 夫の普遍詩は従来と同様に世界のすべてを対象としていたが、その視や範囲も従来通りアジア、アフリカ、ヨーロッパの3、大陸であり、インドが世界の果てという感覚も同様だった。また、アウグスティヌスの化け物世界史も引き継ぎ、怪物や化け物の存在を記述しつつ、彼らも、また、理性的で死すべき生物ならば、アダムの子孫であると定めた。 不変子を図像化したヘレフォード図このような地理や生物分布の関連は当時作成された地図にも反映した。最も単純なものはトゥーズと呼ばれ、東を上型に置き、王の字型の大会、オーケアノスに囲まれた大陸が T の字型で表されたタナトス川、ナイル川、地中海の山水域で直線的に3つに分けられている。 これは古代のギリシアやローマの世界観を引き継いだものだが、これに聖書記述が加えられている。中央には創世紀第5章マイナス5に習って聖地エルサレムがあり、第2章マイナス8の記述に則り、陸地の最上部にはエデンの園がある。13世紀頃には中世ヨーロッパの地理、歴史観を反映したマッパムンリが複数作成された。 その代表の一つ、ヘレフォード図は1.651.34メートル台の祭壇画であり、地図としての空間的要素の描写以外にも、普遍史に基づく歴史的要素や、特にアジアやアフリカの遠方には、化け物世界史を反映した数多い怪物や異形の人類などが描かれている。そして、円形の地図の外枠上部には、イエスの姿を中心に置いた最後の審判が、 描かれており、ヘルフォード図はそれ自体が図像化された、普遍子そのものと言えた。ドメニキーノが、スマトラ島で見た、一角獣について、マルコ・ポーロは、ユニコーンとは似ても似つかぬものと語り、伝説の真実を暴露した。彼が見た動物はサイだったと推測される。このように、中世の普遍子に入り込んだ、化け物世界史は、その源流を、 セビリアのイシドールスが7世紀に表した語源論に求めることができる。一種の百科事典といえる、この著作は第20巻で世界の知史、民族史を記している。イシドールスは、クテシアスやメガステネス、ヘロドトス、プリニウス、ガイウス・ユリウス・ソリヌスらの著述を参考に、これをまとめているが、当時は、このような先人の知識は、教会が独占していたため、語源論。 第20巻は絶対的な転居とみなされ、その影響は13世紀頃まで続いた。この背景には、当時の西ヨーロッパがイスラム帝国の支配下にあり、イベリア半島の後ウマイア朝やアフリカのファーティマ朝などによって、ヨーロッパのキリスト教国家は封じ込められた状態にあり、アジアやアフリカの新情報を入手できなかったことがある。そのために、 遠隔地の認識は古代、ギリシアやローマの情報に頼らざるを得なかった。これも13世紀以降に東西交流が盛んになったことで実際にアジアを訪れた人物から新たな知識がヨーロッパにもたらされ始めた。その代表例がアジアを広く旅したマルコポーロであり1299年頃の著作東方見文録は 写本が130点以上減損していることから広く読まれたと推測される。東方見聞録そのものがマルコ・ポーロの見聞にどこまで忠実かには疑念も挟まれているが、その著述は、例えばサラマンダーが実は好物であったなど部分的であれ、化け物世界史見に風穴を開ける内容を含んでいた。しかし、彼の著作も、 化け物世界史を根底から覆すには至らなかった。14世紀に入ると百年戦争の勃発や、国史病蔓延などでヨーロッパは疲弊し、また、オスマン帝国勃興もあり、またも、東方の情報は入りづらくなった。1362年にフランス語で書かれ、印刷技術を用いて出版されたジョン・マンデビルの、東方旅行記は、ラテン語翻訳を皮切りに、 ヨーロッパのほぼ全言語に訳されつつ18世紀まで番を重ねた著名な本だが、その内容には、東方圏文録などを参照した事実もあるが、エチオピアにいる大きな一本足の人類や、アンダマン諸島の一つ目巨人や胸に、目と口がある無頭人、または大きな唇で顔を覆って眠る人類など、明らかに化け物世界史を引き継いだ内容が見られた。 マルコポーロラ東洋との接触者がもたらした新知識はカタロニア図のような従来のトゥーズ形式によらない世界地図が作られるなど一定の意識改革をヨーロッパにもたらしたが旧来の化け物世界史も根強く残り例えば18世紀のカール・フォン・リンネチョ自然の体系にさえその痕跡が伺えた14から16世紀に起こったルネサンスは 膠着した思想や文化に変革をもたらす運動だった。その時代に活躍した一人、ニッコロ・マキャベリは、世界史についての叙述を残していない。しかし、彼は、君主論で、政治論を展開する中、普遍史の根本概念である神の意志に対抗する、人間の自由意志について述べた。後年に、マキャベリズムとして、彼の思想は、 目的達成のためには手段を選ばないと解釈されているが、マキャベリが説いた本質は、旧来の宗教的、または伝統的な観念や道徳とは異なる国家という、社会単位を軸に、君主は行動せねばならず、よもや甘んじて、運命や神などに支配される、場合ではなく、人間は自由意志を持って、能動的に行動する能力である、力量を発揮し、 宗教から離れた独自の論理を働かさねばならないと主張したものだった。マキャベリはフィレンツェ氏で局地的な歴史記述を残している。しかしその内容は、ローマ植民地に始まるフィレンツェの歴史を市民と貴族の構想や周辺諸国との関係、または強硬派と皇帝派の対立など、あくまで政治面を徹頭徹尾記述し、 人間の自由意志が展開する様子を解説している。そこには、宗教観が入り込む余地はなく、ルネサンス期に生まれた、普遍史的世界観を揺るがす思想の方がを読み取ることができる。ルネサンスの特徴の一つに、古典古代の復興がある。数々の古典が再評価され、新たに翻訳される書物も多かった。この運動は聖書にも及び、原点回帰の解釈が行われた。 シュマルカルデン同盟で外交交渉を担当した歴史家ヨハネス・スレーダヌスはプロテスタントの普遍史解釈を代表する四世界帝国論を執筆した。基本的に従来の普遍史を踏襲してはいるが、同書の年代はヘブライ五番聖書に基づいて記述されている。この点をもってしてもスレーダヌスそしてプロテスタントが中世的カトリックに批判的立場をとっていたことを 示す。また、四世界帝国の解釈についても、ヒエロニムス以来の伝統を覆した。具体的には、聖書記述にありながら古代以来の普遍種では、意図的に外されていたカルデアに第一帝国の地位を与えた。そして、アッシリアを古代ローマで認識されていた、ニヌス王やセミラミスに始まる伝説の国、旧アッシリアと聖書記述にあるプルオイゴの国。 新アッシリアの二つに分けて解説し、聖書、ダニエル書との整合性を持たせた。ただし、第二帝国以後について、スレーダムスは、オットーの、年代記を引き継ぎ、ローマについても新聖ローマ帝国まで皇帝権が、継承されているとした。彼自身は、宗教弾圧を加えたカトリック教会やカール・ゴッセイを、批判する立場にいたが、ダニエル書にのっとり、 第五の帝国は、生まれ得ないという原理から、皇帝や教会を否定することはできなかった。プロテスタントの立場から普遍史をまとめる作業は、マルティン・ルターの片腕、フィリップ・メラン・ヒトンが、カリオン年代記で言った。その特徴は、天地創造からイエス誕生までの期間を大幅に短縮し、また、四世界帝国論同様に、聖書中心主義を貫き世界帝国をカルデアから、 始めた点にある。ただしそれは、カルデアの解釈を拡大し、アッシリアをその中に含むことで対応したものである。これらの点を除けばメランヒトンは、古典的普遍史を継承したものだったが、彼は、宗教改革の時代に、ドイツの各大学へ歴史学講義を設置するよう指導し、カリオン年代記もそこでの教科書として執筆していた。彼は、 歴史学を大学学問に加える大役を果たしたが、それは、プロテスタント的といえど普遍死の枠組みに基づいていた。プロテスタントは、万人死災主義と、聖書中心主義を思想を貫いた。そのため、過去は、恐怖や教会が独占していた、聖書解釈について、教徒たちが直に向き合いながら、神の真実の言葉を決定する必要が生じた。 歴史学者であるスレーダヌスが聖書についての著作を残したのもこの例にあたる。こうして聖書研究が始まったのだが、これは普遍誌に大きな危機をもたらすことになった。聖書研究が進む過程で大きく3種類が存在する翻訳版や様々な絵本をどのように解釈するかが問題視された。それまではラテン語で書かれたブルガータの大洪水などの年代が、 ヘブライ語版から取られつつ、純教者録は70人約聖書から、などと一貫しない状態にあったが、教会が指導力を持つまは問題にならなかった。しかし宗教改革を経た時代には、大きな論点となった。また、プロテスタント側も原点とみなした、ヘブライ語版を各国語に翻訳するにあたって、何種類も存在する聖書を、比較検討する必要に迫られた。 このような経緯から、聖書に対する批判的、科学的研究が施され、それも公の場で議論が交わされるようにまでなった。特に、モー瀬五書については、その記述のブレや執筆時期のばらつきを思わせる表現、などから、複数の執筆者が手がけた可能性を指摘され、トマス・ホッブスや、バールーフでスピノザラが批判を展開した。 これらに対しカトリック側から反論を試みたのが、司祭リシャール・シモンの旧約聖書の批判的歴史だった。彼は預言者とは初期であるという独自の論を主張した。ここでう初期とは、ユダヤ人の歴史を記録し、編集や保管を担った複数の人々を指した。モーセ五書で指摘された問題は、この初期による歴史記述として聖書を見れば不自然ではないと。 徹底的な論証を添えて主張した。そして他民族の歴史が断片的にしか記載されていないことへの疑問も基本的にユダヤ史に関連する出来事中心に残されるため、それらが体系的に記述されないのは当然という態度を示した。これらを根拠に、シモンは教会の教義や伝承を重視すべきという主張を行った。このシモンの主張は、 プロテスタントの聖書中心主義を批判し破壊することを目的としていた。ところがこれはカトリック側をも同時に攻撃するものになってしまった。そのため教会は即座に同書を発売禁止とし、所属していたオラトリオ会は彼を除名した。しかし、指紋自身は信念を揺るがさず、オランダ語での出版や新たな新約聖書の批判的研究などを次々と発表した。 彼の行動は解釈こそ加えながらも基本的に聖書記述によって構築されてきた不変詞のその根本を揺るがすものだった。そして聖書そのものを研究対象とする文献批判という手段が不変詞に対する新たな問題として突きつけられることになった。15世紀大航海時代を迎えた。 ヨーロッパ人は新航路を発見するため東や西を目指した。大西洋を横断し、アジアを目指したクリストファー・コロンブスは1492年に到達した地をインディアスすなわちアジアの一部と生涯信じていた。しかしアメリゴベスプッチが南進した第3回航海で、南位50度付近の後にマゼラン海峡と名付けられる地の近くまで陸地が、 続いていることを発見し、この地が南位35度以北にあるはずのアジアアフリカヨーロッパ大陸のいずれにも当てはまらない新大陸であることを確認した。マルティン・バルト・ゼーミュラーの世界地図。世界尻入門に付録された1.36メートル2.43メートルの地図。後にこれは新世界の洗礼証明書と呼ばれた新大陸に自分の名を冠されなかった。 コロンブスだが、彼は驚きの報告をもたらした。キューバ、ハイチなどを探検したコロンブスは、当時のヨーロッパ人が持つ化け物世界史のイメージにある怪物など一度も見なかったこと、そしてその代わり人間を発見したことを述べている。彼以後のコンキスタドールたちも化け物を探し、 総督ディエゴベラスケスでクエリアルが、エルナンコルテスに幅広い耳を持つ人間や犬頭の人間、また、伝説のアマゾンを探すよう命じた書簡が残っているが、代わりに発見されたのがテノチティトランだった。アメリゴベスプッチの報告はさらに衝撃的だった。1503年頃までに書かれた彼の書簡では、彼らが行き当たった大地を指して、第4の部分、 新大陸と明瞭に示唆されている。この報告を受け、マルティン・バルト・ゼーミュラーは、アメリカという表記を伴う、新大陸を含んだ世界地図を初めて制作した。キューバのインディオン。聖書に描かれていない地に生きる彼らは何者なのかについて激しい議論が続いた。普遍死こそ、真理と考えていた中世ヨーロッパ人にとって、 この新大陸とそこに生きる人類は、彼らの世界観を根底から揺るがした。現実の存在を無視することは叶わず、地理学者のゲラルドゥス・メルカトルも、新インドとアジアは異なる大陸という言葉を添え、1569年に初のメルカトル図法による世界地図を作成した。では、このアメリカ大陸とそこに住む人類は何者なのか アウグスティヌスは人間を理性的で死すべき動物と定義しているが、ここでいう理性とは、キリスト教を受容するだけの資質を持つか否かであった。1537年には、教皇パウルス三世から、インディアンは人間であり、カトリックを理解でき、それを熱望しているという教書が宣言されたが、多くの議論が行われた。1550年には、スペインのバリアドリッドで、 アメリカ先住民が人間的諸権利を持つか否かについて公開論争が行われた。インディアス氏を表し先住民の保護法制定に熱心だったバルトロメデラスカサスは権利肯定の立場で論戦に加わった。一方で否定派に立ったのはアリストテレス学の権威ファンヒネスデセプルベダだった。ここでセプルベダの理論に注目すると彼はアリストテレスの 政治学にある先天的奴隷説を根拠に先住民を理性を持たない野蛮人と言及し縁コミ縁打製の用語を主張した。そこには現地人を労働力として奴隷化したいという政治的な意図もあったが遠隔なっちには異形の妖怪的人間が住みという化け物世界史に代表される不変史的世界観も影響したと考えられる。 この問題は16世紀末まで引きずられたが、1580年にミシェル・ド・モンテーニュが表したエセイの中に一つの回答を見ることができる。彼は、新大陸の国民に野蛮なものは何もなく、完全な宗教と政治、そして従前な習慣があると述べている。当時のヨーロッパがアメリカ大陸の先住民を人間と認めたことを意味する、この見解は同時に、 ヨーロッパ中心であった、普遍種の世界観を転換し、地球規模で見ると、自らが認識していた世界が単なる相対的な位置、地域であるという現実に突き当たったことを示している。普遍種によれば、すべての人類の起源は大洪水を経て、ノアと三人の息子に遡ることができるはずである。では、アメリカ先住民が人間だとすれば、彼らの起源は、 この三人の誰なのかという疑問が人間的権利論と同様に湧き起こった。この問題が最も古く文献に残された例は1535年にスペインの歴史家ゴンサーロ・フェルナンデス・デオビエードが表した新大陸自然一般史に見られ彼は二つの説を並立して述べている。一つは紀元前1658年頃にコイスパニア人が 大西洋の西に発見した島に、当時の王名から、エスペリデス諸島と名付けた古事を由来とする、コイスパニア人説。もう一つは、カルタゴ人が、アトランティスの西に発見した島に移住したという、カルタゴ人説である。オビエドは、この二つの民族が、段階的に移住した先が、アメリカ大陸だと考えた。バリアドリッド論戦以降、 先住民起源について様々な説が盛んに提示された。一つのグループは、オビエイド同様伝説、伝承に基づくもので、ラスカサスの東インド起源説、プラトンの説を由来とするアトランティス生き残り説、ホメーロスの死にあるギリシア神話の英雄をデュースセウス漂流時の子孫とするギリシア人起源説などがあった。 聖書記述から起源を説明しようという試みもあった。イスラエル起源説は、シャルマナサルによって、イスラエル王国が滅亡した際に連行された銃の、部族の末裔というもので、聖書の聖典から除外されている。エズラ第二章で彼らは信仰と立法を守るために、東へ旅立ち一年半後に、アザレスという地に立ったとある。このアザレスが新大陸と考え、 同書にある週末にこのアザレスの人々が再び現れ最後の審判を受けるという下りからアメリカ先住民の発見は週末が近いと考える人もいた。オフィル起源説はハムの子孫、翼ンとその孫、オフィルがそれぞれユカタン半島とペルーの原住民だという説でその根拠は発音が似ているというものであった。これらヨーロッパの伝説や聖書に アメリカ先住民の起源を求めようとする解釈は、彼らを基地の民族と強引にでも結びつけ、聖書の民族表に源流を見出そうとした考えに発していた。その本質は、新大陸の住民を普遍史の中に何とか、組み込もうという試みでもあった。ベーリング海峡が発見されるのは1648年。新大陸自然文化史は50年以上前に、 海峡の存在を予言していたことになる。そのような中、イエズス会宣教師のホセデア・コスタは、革新的な方法で新たな説を打ち立て、1590年に新大陸自然文化史を発表した。彼自身はあくまで不変種を正しいものとみなし、すべての生き物は、ノアの箱舟に遡ると考えていたが、その視点に立って、 ペルーを中心に南アメリカの動物賞に着目するとアジアとの共通点が多数見受けられることに気づいた。アコスタは新大陸には基地の大陸のいずれかと繋がっているかもしくは近接した場所があり、そこを通って動物や人類が移動したものと考えた。伝説や聖書記述のみを盲信しない科学的な立論は、 ヨーロッパで広く認められ、アメリカ先住民族はアジア人の末裔という評価が定まった。新大陸の発見は地球には実は4大陸があり、そのどれに住む人間も化け物的ではないどころか独自の文化を持つ集団だということを明らかにし、世界はヨーロッパ中心ではないことを知らしめた。これは不変種の基礎を大きく揺るがすもので、存亡の危機が迫った。 しかし、アコスタの説によって普遍誌は過労じて教事を保った。さらにモンテーニは、エセイにおいて、新大陸を、新しく、子供の世界と表したように、ヨーロッパは自らを先進的な、大人の立場にあると考えることで、優越さを維持した。こうして普遍誌は生き残りに成功した。一方で、東洋を目指した人々からも、普遍誌を危機に陥れる情報がもたらされた。 13世紀にマルコ・ポーロが東方圏文録で伝えた中国は富と繁栄という漠然としたイメージを残しただけであり大航海時代に入っても当初は短期間滞在した人物の旅行記が報告される程度だったしかしイエズス会のフランシスコ・ザビエルが中国不況の重要性を解き宣教師らが向かい始めたアウグスティノ派の宣教師 フアンゴンサールスデメンドーサは中国不況の命を受け民の皇帝にあてたフェリペ2世の新書を携えアメリカ大陸経由で中国を目指したところが1581年中継地のメキシコにてマルティンデラーダの話を聞き中国行きを断念した彼はその判断を下した情報を中国大王国史にまとめ1584年に スペイン語で出版した。同書第一巻五章の、この国の古さについてという章は、間接情報ながらもヨーロッパに初めて中国の歴代王朝史を伝えた。面倒さは、中国は、第一代の王、美帝に始まり、明朝第十二代皇帝まで、歴代の統治者が連綿と続き、各々の,の,の年数が細かく記録されていることを、紹介した。その期間は、 合計すると4269年7ヶ月間となる。万歴帝は1573年に即位しており、ここから逆算すると、美帝の統治は、紀元前2700年代ということになる。この数字は、ヘブライ五薬聖書を基礎とした、年代学で求められた、大洪水の年代である。紀元前2350年頃よりも古い時代に、遡ってしまい。 中国史と普遍史の間に大きな矛盾が生じる。同書はヨーロッパで広く読まれ、中国の布教活動において、イエズス会宣教師は70人役生書を用いる許可を申請せざるを得なかった。面倒さ中国大王国史や同類の書籍は間接的な情報に限られ、また根拠の曖昧さもあって、それほど問題にはならなかった。 ところが1658年、マルティのマルティニが中国古代史を出版すると大きな論争が巻き起こった。マルティニは中国に渡ったイタリア人のイエズス会史で多くの中国情報をもたらした。明から清への疫性革命は脱炭戦争期、中国地図と地史は中国神図として出版し、革命後の成長1 7名の宣教師を伴い、 再び思いた。彼らの中からは、大学、中央、論語のラテン語翻訳や講師を紹介した、中国の鉄人、講師などを表したフィリップ・クプレや、受教思想を紹介したプロスペロ・イントル・チェッタラがいた。ヨーロッパで、初めて出版された、最も信頼に足る中国史と評された、マルティニの、中国古代史は、不次を、 最古の歴史的実在として認め、以下の参考語で、夏、陰、州などの象徴を事実として紹介した。そして、行の時代に起こった大きな洪水が、ノアの大洪水だったと定め、その年号を紀元前2349年と計算した。しかしこの考えでは大洪水以前に5人の王が存在したことになってしまう。 主な聖書の都市代表と二つの中国王朝史の年代比較マルティニーは中国の伝説に紀元前3000年頃に別の大洪水が起こったという点に着目し70人薬聖書を採用しこの洪水をノアの大洪水に当てはめれば問題を回避できることを指摘したしかし彼はここで考察を止めず不次以前の中国の状況を想像した 君主が生まれるからには、社会的人間集団が存在しなければならず、そこに至るには記録されない歴史が刻まれているはずである。そして、マルティには、古代中国には、ノアの大洪水以前に人間が居住していたという結論に至った。イエズス会は、不況において、現地の歴史や習慣を学び取りながら、時に妥協を交えた活動を行った。しかし、 マルティニの結論は普遍史の否定につながるもので、この点からもマルティニは中国文明の支持者となり、圧倒的な中国史の前に傾倒せざるを得なかったものと推測される。そしてこの態度は、イエズス会派だけではなく、アウグスティノ派である面倒さやラーサの例をはじめとして、多くの宣教師がヨーロッパ諸誌属史のような空想的な部分を含まず、時に、 天文学的観測結果を伴いもする中国史の正しさを認めた。中国古代史はヨーロッパに多くの反応を引き起こした。初期のそれらは大きく3種類に対別できた。一つ目は完全否定もしくは無視である。ブレイズ・パスカルはパンセにて死を顧みないほどの承認を持つ歴史しか信じないと述べた。 彼の言う証人とは預言者や殉教者らを指し、いわば、キリスト教のみを信じると宣伝して、中国史を頭から否定した。L.I. アンビング画の仏義。日地法の研究者であったライプニッツは、家の発明者である仏義を高く評価した。二つ目は、中国文明に高い評価を下しつつ普遍史との整合性をひとまず考慮しない態度を取った一派である。 ゴットフリート・ライプニッツは執筆した最新中国情報の序文にて中国のとりわけ実践哲学や道徳性が優れている点を認め交流の必要性を説いた。また、0と1の数だけを使用する日地法算術の解説、並びにこの算術の公用と中国古代から伝わる仏義の図の解読に対するこの算術の貢献についてという論文を発表し、 中国駅の六十四家は日地方で解読可能なことを論説し、そして発見を創始した不儀を絶賛した。ライプニッツは不儀を四千年以上前の人物と紹介しているが、これはマルティニの中国古代史を意識した書き方である。三つ目は熱狂的な支持である。中国教とも評されたオランダザイアの歴史家、イサーク・ホシウスは1659年に 世界の真の年齢についてという本を表した。そこでは、マルティニやライプニッツがあえて避けた事柄に直接的に言及した。それは、中国の歴史は明らかに、ヘブライ5番聖書の大洪水よりも過去に遡る。また、中国には、世界中を覆うような大洪水を示す伝承がない。これらの点から、フォシウスは、 聖書年大学は70人約聖書を基準とすべきであると主張しつつ実際のところ聖書記述はユダヤ史という局地的な歴史でしかないと論じたこれはマルティニの報告が内包していた中国史が持つ普遍史を破壊する力を明らさまに示した最初の史論となったこのような中国史をめぐる論争に対し オランダのライデン大学歴史学教授のゲオルク・ホルンは、一つの解決策を1666年執筆の書、ノアの箱舟で提案した。彼は、アイルランドの司教ジェームズ・ワッシャーがまとめた、年代学に基づいて、大洪水を紀元前4004年とした。その上で、行の時代の中国で起こった、大洪水を同じ出来事を指す、すなわち創世期と古代中国史が、 同じ史実を伝えていると考えた。そして、聖書の家父長たちと中国神話の王たちは同一人物を指していると解釈した。ホルンの創世記と古代中国史同一論は多くの追随者を生んだ。イギリスのジョン・ウェップは、ノワイコール行が洪水前に住んだ場所こそ中国であり、バベルの塔崩壊前に話されていた。 世界共通の言語こそ中国語だったという説を唱えた。ドミニコ会の宣教師、ドミンゴ・ナバレッティは、天礼論争において、イエズス会批判の指導的役割を担ったが、彼自身は、中国の古さを認め、フツギイコール、ハムゾロアスター説を提唱した。エジプト研究で有名な司祭アタナシウス・キルヒャーは、漢字とヒエログリフに近似性を見出し、 中国人エジプト起源説を唱えた。ただし多くのイエズス会イは行をセムの子孫と定義してヘブライ五番聖書との整合性に不信する態度をとった。その他にも中国史と聖書の人物召喚説は数多く提示され、不義イコールアダム、神能イコール説、皇帝イコールノア説、万古イコールノア説、行イコール翼端説、 ツギイコールアダム、神脳イコールノア、皇帝イコール、ハムエジプトのセラピス米説など、その内容も多様であった。中国の古さの問題は、中国史に疑念が挟まれるのではなく、聖書側に解釈が加えられ対応が試みられるという点で、アッシリアやエジプトのそれと異なる展開を見せた。さらには、ヘブライ5番と七十人訳聖書の正当性を、 主張する根拠に中国史が用いられるなどの逆転現象さえ見られる中、普遍史にとって深刻な難問として突き刺さりつつ解決を見ぬまま時代が過ぎることとなった。最後の魔術史、アイザック・ニュートンの肖像地球の再三ド動。ニュートンによって普遍史解釈に初めて科学的手法が導入された。 数学、物理学などの分野で多大な貢献をもたらしたアイザック・ニュートンは科学革命の世紀と呼ばれる17世紀を代表する一人である。近代合理主義を確立した彼はその一方で生涯を通じてキリスト教の研究にも打ち込んだ。彼は神の説理を究明することを目的とし聖書研究も行っている。 1690年頃のダニエル書とヨハネの目視録の予言についての研究と死後の1728年に出版された海底古代王国年大学の2編にニュートンは自身の世界史観をまとめているがその内容は新しい考察を加えながらも普遍史的枠組みを基本としていたニュートンは普遍史の年代測定に天文学知識を動員した 古代ギリシアの伝説にアルゴナウタ園生誕がある。国海沿岸のコルキス王国にあるという宝物を目指し、イアーソーンらの英雄たちがアルゴー船で船出したという物語には当時の星座が記されている。伝説を検討したニュートンは、遠征の際に初めて作られた天球儀は春分天を白羊宮に置いたと分析した。これと、 実際に春分点を観測した結果から差分を導き、ニュートンは自らが数学的に証明した再三運動によって春分点が一道同場を移動するには72年かかることを根拠に、アルゴナウタイ遠征はソロモン王子後43年すなわち紀元前937年に実行されたと同定した。この計算によってニュートンは 当時正確な年号だとみなされていたオリンピアド起源の元年にあたる紀元前776年よりも古い出来事の絶対的年数を得た彼はこれを定点と置き歴史の登場人物の世代などを考慮しつつエジプト史やギリシアローマ史などが伝える事件の年号を次々と定めていったその結果ギリシアの王国建国は 過去の想定よりも500年間から1000年間新しい、紀元前1085年、ローマは125年間短縮され、紀元前624年とされた。エジプト史に対して、ニュートンは独自の解釈を加えて普遍史との整合を持たせた。普遍史のエジプト問題は、マネトのエジプト史に対するエウセビオス以来の解釈が引き継がれ、 根本的な解決を見ていなかった。ルネサンス期には古典復興運動からヘロドトスの歴史第2巻やシチリアのディオドロスの歴史文庫第1巻などがラテン語訳されるなど広まり歴史研究の題材となっていた。ニュートンはヘロドトスやディオドロスの著作を検討しエジプトの3人のファラオオシリス、バッカス、セソストリスを伝える故事に 征服事業と弟の反乱や帰国後の内政整備など共通部分が多い点に着目した。そして、聖書、列王記上に登場するエジプト王子者が建国当初のユダ王国初代レハベアムの時代に初めてエルサレムに侵攻したという記述と対比させ、三人のファラオは実は同一人物で、それは聖書に言う子者だと論じた。このように、 エジプト史は単一の出来事を複数あったように伝えていると分析した。さらにこのオリシスと息子のホルスが死後神格化されたというヘロドトスの記述を根拠にエジプト史の神々の時代とはファラオの死後のことを述べていると説き、事実上神々の時代と人間の時代を重ね合わせた。次に初代目に以下の 人間の時代について、アルゴナウタイ大塩生誕を基準年とした、ギリシアローマ司会席と同様の手法を適用して、試算した結果、エジプト第一王朝は、紀元前946年に始まったと定めた。しかし、これではヘロドトスが伝えるセティまでの11,340年間が収まらない。この矛盾についてニュートンは、辞席が記録されていないようは実在しなかったと、 宣言し、初期のファラオ329名を削除する巨に出た。これらの理論と考察から、ニュートンは、エジプト王朝史を大胆に解釈し直した。それによると、初代のオーメニがメンフィスを建設し、またした、エジプトで勃発した反乱を鎮圧した。この時ダナオスは、混乱を避けて、ギリシアに逃れ、造船技術を伝えた。 こうして建造されたアルゴーブネを用いてアルゴナウタ遠征が実行され、その影響からエジプトは諸外国への支配力を喪失した。以後、国内のみの知性においてモエリス、ピラミッドを建設したクフなどヘロドトスが自責を記したファラオのみが実在した。結果エジプト史は大幅に短縮されてヘブライ人の歴史よりも短くなり、 不変死の枠内に収まることになった。銃の角を持つ赤い生き物に乗った大陰プ。ニュートンは、四世界帝国論と終末についても解釈を加えている。ダニエル書とヨハネの目視録の予言についての研究では、四世界帝国をカルデア、ペルシア、ギリシア、ローマと置き、この四大民族にて、継続的に世界は支配されてきたとしている。そして、 ダニエル書では10本の角を持つ第4の獣と描かれているこの4番目の帝国についてヨハネの目視録に登場する赤い竜2匹の獣そして最後の赤い獣も同じくローマ帝国を暗示しそれぞれの形態は歴史的段階を示すと解釈した赤い竜は古代ローマ帝国であり太陽をまとう女は教会を指す竜の実格は 帝国が複数の地域に分裂することを示す。次に現れる2匹の獣はローマの東西分裂を意味し、実格7頭の獣は西ローマ帝国を、日本核の獣は東ローマ帝国の正教会を象徴する。西ローマ帝国を表す獣の角のうちの1本はラベンナ総督と元老院を意味し、これが他の1本たる。 フランク王国と結びついて、ローマの帝権は受け継がれてされていく。そして、ニュートンは、フランク人が継承したローマ帝国を最後に、登場する赤い獣だと論じ、その背に乗る、大陰譜は教皇であると断じる。この言葉通り、ニュートンは、ローマ教皇に対して批判的であり、ピピン三世から後に、教皇領となる領土の寄進を受けて世俗に堕落した。 教皇とカトリック教会を、ヨハネの目視録の最後に登場する人物だと読み取り、この教皇領こそ、ダニエル書、第四の獣に後から生える11本目の角だという。また、ニュートンは、世界が、週末に向かう中で鳴り響くラッパについても言及する。これらは、ローマに影響を及ぼす東方の動きを指し、第七の封印が、ローマ帝国の分裂によって解かれた後、 ゴート族や、フン族の侵入を第一のラッパとして始まる。ラッパの第四は、サラセンの成立、第五は、カリフの登場、そして第六を、オスマン帝国の出現としている。つまりニュートンは、すでに、赤い獣と、大インプが現れ、第六のラッパも鳴らされたため、週末は間近だと主張した。彼はその時を具体的に計算し、教皇が、 世俗的権威を得た、ピピンの寄進の1260年後、すなわち2015年だと計算している。この根拠については、未交換の原稿において、1日を千年とする、伝統的な年代学から考察する基礎を得たと記し、根底には不変子の時間概念があることを明瞭にしている。生涯の長い期間を、ケンブリッジで過ごしたニュートンは、 そこに公表されなかった多くの資料を残し、これは、ポーツマースコレクションと呼ばれる。1936年その一部を入手した、経済学者のジョン・メーナード・ケインズは、ニュートンが異端とされたアリウス派だったと分析し、恐ろしい秘密とコメントした。三位一体説を否定する、異端派であり、カトリック正統派の堕落を批判しながら、 プロテスタントとも距離を置いていたニュートンにとって、科学者として打ち立てた絶対時間、絶対空間などの概念と彼がたどり着いた、独自の普遍史概念は矛盾することはなく、プリンキピア一般中で述べられている通り思考なる、唯一者の統治のもとに、世界は存在すると考えていた。ケインズは、1946年に講演、人間ニュートンにてニュートンを、最後の魔術師と、 片足は、中世に置き片足は、近代科学の塔を踏んでいると評した。ニュートンの海底古代王国年代学は発表後、アルゴナウタ遠征の年代童貞が新しすぎる、または、文献読解が正確ではないなどと、フランスで、厳しい批判にさらされた。その一方で賛同者も多く出現し、イギリスは、もちろんフランスでも、ボルテールらが擁護した。このことは、 ニュートンの普遍誌解釈は、決して批評誌のないものではなく、受け入れられる余地を十分に持っていたことを物語る。ただし、エジプト史に大胆な短縮を施せたのは、当時まだヒエログリフは解読されておらず、また、中国史問題も議論が沸騰する直前で、パスカルのように無視を決め込むことも可能だったためでもある。彼が、自らの理論を構築できた背景には、 このように時代の進展が一服していた幸運に恵まれた側面もある。ボルテール24歳の肖像。彼の歴史叙述は歴史学のコペルニクス的展開とも評された。人間の理性を重視し思考の基礎においた啓蒙思想が18世紀には思想の主流となるとその方法論によって歴史の再評価が施され、それらは 旧来の普遍史を批判する立場を取った。ボルテールは1751年に刊行した、ルイ14世の世紀にて、世界史を段階的に4つの世紀に分けて論述した。第1話、フィリップとアレクサンダーの時代。第2話、シーザーとアウグストゥスの時代。第3話、メフメと2世のコンスタンチノープル陥落と、その直後の時代。第4位は、 ルイ14世の世紀であり、リチが完璧に近づいた時代と定めた。この区分は、第1から第3まではそれぞれ、ギリシア古典文化、ローマ古典文化、ルネサンスと対応しており、第4位は、科学革命の時代でもある。これらを区分するものは、人間のリチとそれによって生み出された文化であり、普遍史的区分とは全く異なる文化史。 精神史の出発点となるものだった。これは歴史を重ねるごとに進歩発展する進歩史観という点で普遍史と共通しているが、普遍史が神の意志による教育と発展段階と位置づけられていたのに対し、ボルテールの歴史序述は理性的人間の活動によって精神、文化が進歩していく過程、いわば人類が世俗的世界で、 自己啓蒙を続け発展した童貞を除述している。人間の理性の歴史を上のように論述したボルテールは、それ以前の時間について歴史哲学に手まとめているが、これは理性をもって思考し、導き出したもので、旧来の普遍史的歴史観とは全く異なる。彼は、初期の人類は、金獣のような状態にあり、つ日の食料を、 確保するために労力を費やしていたと考える。言語が出来上がるまでには長い年月がかかり、住居や衣服を得るのはもっと、あと、さらに鉄を使いこなすようになるには、とてつもない努力と歳月が必要だと想像する。文字が作られ、天文書や歴史書が編纂されるのはそれからさらに長い年月がかかる。これは不変史の期間ではとてもまかなず、たとえ、 カルデアの歴史が言う47万年も宇宙全体からすればビビたるものと言い切った。彼は原始時代を想定して歴史記述を開始している。さらにボルテールはアメリカや中国など大航海時代に広がった世界やイスラムなど世界中を網羅し、それぞれの文明を取り上げている。特にカルデア、中国、インドを高く評価し、これらは最も古く。 文明を発達させた民族と述べて、普遍史にある文明の一元的発生を否定している。特に、中国については、世界最古の年代期が途切れずに続いていると述べ、地球全域を覆うような大災害は中国に及ばなかったと、普遍史批判となる論述をとる。そして、ユダヤ人を最も新しく発生した民族の一つと、表紙、旧約聖書は、 単なる一民族の排他的だ偏狂な宗教の教典に過ぎないと断定した。このように彼に代表される啓蒙思想が明確に普遍死を否定した。ヨハン・クリストフ・ガッテラー1793年の肖像。真摯なプロテスタントであった。彼は普遍死の自己否定を代表する歴史学者となった。1737年に創設された。 ドイツのゲッティンゲン大学は、同国歴史学を形成する、中心的役割を担った。ヨハン・クリストフ・ガッテラーは1759年以後、同大学で歴史学教授を務め、歴史学を専門的学問に育て上げる功績を残した。ゼミナールで資料の収集や編纂、人材の育成を行うとともに、歴史の理論考察や、 批判活動の場となる、ドイツ発の歴史学専門雑誌や、文章学、古文書学、経府学、地理学、年代学の教科書を出版した。このような多岐にわたる、学問体系を対象とした彼らは、月点元学派と呼ばれるようになる。月点元学派の回祖となったガッテラーは、生涯に4冊の世界史著作を残している。1761年の、 普遍史教科書と1771年の普遍史序説は、その題名が示す通り普遍史概念を基礎に置いている。しかし、その内容は伝統的普遍史のままではなかった。普遍史序説にて、ガッテラーは人類史を4期に区分している。第1期は天地創造に始まり、第2期はバベルの東方界による諸民族の発生を起点としており、 ここまでは、聖書記述にほぼ乗っ取っている。しかし続く部分について彼は、世界帝国を放棄して、諸民族体系という概念を導入している。アッシリア、ペルシア、マケドニアまでは、人類の世界は一つの国家による単一体系にあったが、ローマの時代に、世界はヨーロッパとアジアという二つの体系が両立する状態になったという論を展開した。 そして第3期は中世という区分名を用いて5世紀の民族大移動から1492年のアメリカ大陸を発見までの期間とした。ここでは世界はヨーロッパアジアの2体系からそれぞれに多くの民族が発生して並存する状態を指した。第4期はフン族が中国史に言う強度だという仮説を皮切りに中国史を論説し、 その他にも日本史や朝鮮史なども再録している。この最後の木は15世紀から18世紀を対象とした箇所であるが、これら遠方の民族史は、発見された字がこの時代区分に当たるために含めているだけで、諸民族体系に含めるか否かの態度を留保したと考えられる。このように、四世界帝国論を排除しつつも、この時点で、ガッテラーは、 不変史的な枠内で世界を記述していた。しかし、1785年の著作、世界史から、ガッテラーは大きな転換を図った。代から、不変史という単語を除いた通り、彼の世界史記述は不変史からの脱却を果たした。歴史の初期について、不変史序説と同様にアダムからモーセまでを取り上げているが、これを、瀬戸を外する大種族の一派。 ノアカすなわちヘブライ人の伝説として扱った。すなわち、大洪水は事実としても、それはあくまで、インダス川上流で起こった局地的な事件でしかなく、他の地域には、多くの人間や動物が生きていたと考えた。これに伴い、聖書中の事件が起こった年度も見直しを施した。そして、時代区分も変更した。普遍死除説の四段階から、 文化史の観点を基礎に6段階に改定したが、この考察の中には、モーセやソクラテスの他に、孔子やゾロアスターなども加え、聖書が対象とした世界と中国などを記述されない、世界とを同等に扱っている。そして4冊目の、世界史史論では、よもや普遍史的枠組みは、創生期元の使用とアダムから、ニムロドまでを記した部分にしか見られない。しかもそれは、 百8 6 1ページの大書の中でたった2ページがあてが割れたに止まり、それも伝説的歴史という扱いに過ぎない。同書の記載は中国や日本、アラビアやインドなどアジア全域の歴史を含んだ啓蒙主義的または社会史的評論が行われている。ガッテラー自身は敬茂なキリスト教徒であり、四冊目の著作でも少々残詞が見られるが、 よもや不変死を放棄せざるを得ないところまで来てしまっていたことを表す。彼はキリスト教の内側から不変死を自己否定する役目を担った人物となった。ガッデラーが不変死を放棄した世界記述に転向する背景には聖書の批判的研究の報告がある。1753年ジャンアストリュクはモーセ後書は 複数のグループによる記述が統合されたものと発表し、モーセカズとの著作だという考えを否定した。その根拠には、ご書で使われる神の名には、ヤハウェとエローヒームの2種類がある点を挙げた。彼の研究を継ぐ一派が、ドイツで、新教義派となった。特に、ゲッティンゲン大学は、宗派的論争や神学部による他学部への干渉を禁じる方針を取ったために、 自由な論議が可能となった。28歳で、同大学に招聘されたヨハンダービとミハエリスは、1770年から1775年にかけて発表した、モーセの立法にて、小イスラエルの風土や歴史的条件を聖書解釈に加える試みを行った。そして、モーセ語書は、アブラハム以降に砂漠の遊牧民族として成立した集団が、 エジプトで国家を知り、その後農耕民族化して、新国家を建設するに至る過程と、それらの中で必要な立法をまとめたものという結論に達した。つまり、モーセの立法はイスラエルが経験した環境において有効だが、成立過程も環境も異なる、諸民族に適応する行為は間違いだと言い切り、聖書の普遍性を否定した。ミハエリスは、 ガッテラーの同僚であり、親友の間柄でもあった。彼の、モーセ御書研究に代表される、新競技派の思想は、後の歴史学思想に、普遍死否定という、大きな影響を及ぼした。アウグストルート・ビッヒ・フォン・シュレーツァー1779年の、肖像。彼は普遍死に引導を渡した。ガッテラーの後継者であり、 ミハエリスにも指示したアウグストルートビヒフォン・シュレーツァーは、月点原学派歴史学の進行に努めた。批判的精神旺盛で、マリア・テレジアは改革団工事に、その批評を気にしたと言われる。シュレーツァーは、北、ヨーロッパやロシアなどの歴史に加え、商業史や、経済史などの切り口も内包した幅広い分野を、対象とした。そのような彼も当初は、 普遍史の観念の代が示す通り、伝統的歴史観を持っていた。しかし1785年発表の世界史で、彼は普遍史からの脱却を果たした。シュレーツァーは、世界史序文にて、普遍史とは、聖書文献や世俗文献の研究を補助する分野でしかないと宣伝した。そして、歴史学を構築するには、諸事実を系統的に修正し、 そこから世界や人類の現在を根本から理解する世界史を叙述するべきとの主張を盛り込んだ。彼の世界史には以前としてアダムから始まるが、そこからキュロスまでの時代を資源世界、無明世界、全世界という伝説の枠内に収め、キュロス語から古代世界、中世、近代世界という段階を踏ませている。その記述内容は、 ガッテラーと同様に、啓蒙主義的な文化史、もしくは社会史として記述されている。そしてシュレーツァーは、歴史的事象の年代表記から、創生期限を排除した。天地創造を、ゼロ年として始まる、創生期限は、年代学論争などで聖書が解釈されるたびに、果たして何年前の出来事なのか揺れ動き、それに引きずられて、現在の、 念が定まらない欠点があった。過去、キリスト起源やユリウス周期など、この問題を解決する起源法が複数提示されてきたが、そのいずれも創世期限と併用され、ガッテラーの著作も同様だった。プロテスタントであったシュレーツァーは、その信仰心と学問を明瞭に切り離す態度を表明することで、不変死を歴史学から葬り去る、 死の天使の役目を引き受けた。彼自身は普遍主観を手放さなかったが、ニュートンが提案した絶対時間の考え方は、科学分野から、歴史の時間概念変革に影響を及ぼし始めた。人類史、社会史分野から普遍史否定が行われた頃と同じ、時期の1778年、ビューフォンは、大著、博物史の、自然の書記という章で、 太陽系と地球の歴史を記述した。その誕生を熱い火の玉と仮定し、物質が冷える様子を実験で確かめたビュフォンは、それを根拠に、地球誕生は7万5千年前だと試算した。これを詳細に見ると、まず物質の創造、光と闇の分離があり、ここには年代が与えられていない。ビュフォンは、地球を含む惑星が、白熱状態で形成された時を、 ゼロ年と置いて、その後地球が辿る過程を段階的に述べた。彼が描く地球史は、灼熱の地球が冷えて、水が定着し、植物や海生生物が繁殖し、火山活動によって陸地が形成され、陸上生物が発生する。そして、大陸分裂を経て、地球誕生から約6万7千年経過後に、人類が誕生する。この地球史は、 科学的視点から作られているが、実はここにも普遍史的要素が紛れ込んでいる。ビュフォンはこの年表に、光と闇の分離を1日目とし人類の誕生を6日目とする、天地創造を意識した区分を施している。また、人類誕生を6000から8000年前と置いている、こと、地球誕生を7万5000年前としていることも、普遍史からかけ離れた数字を示すことにためらわれた。 ためであった。地球の年齢についてビュフォンは1000万年前という資産を得ていたが、人類史6000年という普遍史の通年からは、あまりにも長大なために理解を得られないと、調整を加えたものと考えられる。石符は、雷光が作るという神秘的説話は東洋にもあり、中国では、壁歴レの、日本でも雷、雷斧の、雷オの石と呼ばれた。石符は、 雷が作る神秘的な石と信じられていた。ビュフォンは自然の所持直にて雷石と呼ばれる石は雷が形成し空から降ってきたと考えられていたと記している。この旧来の考えを覆した契機はアメリカ先住民が使う石器を観察した報告から書かれたアントワーヌド樹州の雷石の起源と用途についてやジョゼフ・フランソワ・ラフィ島の 原初の時代の習俗と比較したアメリカの未開人の習俗という論文だった。これらはアメリカ先住民の生活の様子から石符が人間が作成した道具だという結論を導いていた。聖書ではアダムからレメクまでに文明のすべてが完成する様に記されているがその中に石器は出てこない。ビュフォンは石器類について人類が作った。 最初の遺物と断定している。19世紀になると、力類など数多い出土品が蓄積された。デンマークのコペンハーゲンで、博物館館長を務めたクリスチャントムセンは、収集された、発掘物の整理を行うにあたって、石器時代、青銅器時代、鉄器時代の区分を総案し、この三区分法を、北方古代文化研究入門に発表した。ただし彼は、 この石器時代をノアの大洪水以降と考えていた。フランスのソンム渓谷にある砂利採掘所で作業員たちが猫の舌と呼ぶ石に注目した税官庁のブーシェド・ペルトはこれをハンドアックスだと考え1839年にパリのアカデミーで発表した。彼はこの品が人工のものでしかもノアの大洪水以前に由来する非常に古いものという考えを述べたが その時は一生に付された。しかし、出土品が相次ぎ、1859年のロンドン学会とパリのアカデミーでペルトが主張する旧石器時代が認められた。これは学問的意味のみならず、普遍紙が記述する時よりも古い時代があったことを学会が承認したことを示している。その後も、総医学的方法を用いた地質学と発掘作業は、 世界中で続き、ジョン・ラボックが1865年に提唱した、戦死時代を裏付ける、新たな証拠が続々と発見された。アダムをしのけ、その座に座った人物の肖像。クロマニョン人。チャールズ・ダーウィンが、主の起源を発表した1859年、聖書に記述された人類の意味合いを、根底から覆す内容に、主に宗教界から、 猛烈な批判の声が上がった。しかしこの年は、ベルトの旧石器時代が認められた年でもあった。シンカロニ産同社は、ものの10年で学会の大勢を占めた。1868年に、エルンスト・ヘッケルは、自然創造史にて、ホモ・サピエンス・とルイジンザルの中間に一資料者をつなぐ、ミッシングリングが発見されるだろうと予告したが、実はすでに、 ネアンデルタアルジンの化石人骨は発掘されていた。ただ、それをミッシングリングに該当させるかどうかという生物学的問題から判断が遅れていたに過ぎない。いずれにしろ、不変死で有人類の発祥はよもや帰り見られず、アダムは歴史学の中に過労して残っていた伝説という自らの石さえ喪失した。用語。 不変詞について、岡崎小生は、シュレーツァーの書、ウニベルサーレイストリエの訳語、不変詞の観念で初めて触れたと語っている。その際は単なる書籍の表題と受け取ったが、伝統的なキリスト教歴史観を指して、ユニバーサル、ヒストリーという表現が多く使われていることを確認し、不変詞という単語を用いるようになった。岡崎はこの用語が十分に一般化してはいないと、 語るが、ボシュエやマックス・ウェーバーの書籍役代などにもこの単語は使われている。本客中は出展書籍内で提示されている出展を示しています。ありがとうございます。